はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅や動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいましょうに頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、がんを遠ざけたいなら豚肉を食べましょうってね、いきなり何を言い出すんやと思われましたかもしれませんけども、これはね、浜松医科大学のですね、名誉教授が言ったんですけども、どうやら豚肉の主な成分であるタンパク質はね、がんを遠ざけてくれるらしいんですよ。そのタンパク質にはね、免疫機能を高める働きがあるみたいで、簡単に言えば豚肉のタンパク質は体内に発生するがん細胞をですね、こう抑えてくれるようです。いや、なんかね、この豚肉のビタミン A が E などの粘膜系のがんをこう抑制してくれるようですよ。それでさらにこのビタミン A がですね、少なくなってくると、免疫力が落ちてきて、風邪や肺炎にかかりやすくなって、こう発がんのリスクが高まると言っています。いや、いいですね。その先日、我が家ではね、僕のね、家ではね、もう焼肉をしたところなんですよ。豚バラ肉の薄切りをね、買ってきて、奥さんが買ってくれたんですけども、多分豚バラ肉だったと思いますけども、どれくらいだったかな、牛タンぐらい薄くスライスされたやつで、それをホットプレートで焼くんですけども、すぐ焼けてすぐ食べれるという、待ち時間ほぼゼロの画期的な食べ方をしました。なので、食べたい枚数を焼いて食べて、お口の中のお肉がなくなったら、また食べる枚数を焼くというローテーションで焼いていくとですね、焼きすぎて硬くなるのをね、防げるんですよね。薄切りだからね、子供も食べやすいし、僕もね、粘膜障害で口の中がただれてるので、柔らかいまま食べることができてね、美味しくいただけました。ほんでね、この、最近僕はですね、この焼肉のタレをね、つけないんですよ。焼肉のタレってね、意外にカロリーも塩分もね、高いんですよね。なので、こう、肉の焼いただけのそのものの味を楽しんでます。一番最初はやっぱり焼肉といえばですね、タレがあってこそのと思ってたんですけども、味気なかったですけども、慣れてくるとね、素材のその味を味わうことによってですね、どこかこう、ありがたさをね、感じるんですね。だから心が洗われると言いますか、落ち着いて食べることができました。よく噛んでね、よく味わうことでね、どんどん肉の旨味が出てくるんですよね。と、栄養に言ってますけど、実はね、そんな話のね、裏にはね、こんな事実があるんですけども、実はね、焼肉のタレが痛いんですよ。口の中のただれてるところにね、パッと当たるとね、痛いんです。だから、染みるというかね、つけずにですよ、食べてみたんですけども、その結果が思いのほか良くてですね、そっからやみつきなんですね。だから焼肉屋さんに行ったとしてもね、今後はね、タレをつけずに食べると思います。話戻しますけどね、豚肉ですね。ビタミン A です、ビタミン A。その浜松大学、医科大学のね、名誉教授の資料にはですね、豚肉のタンパク質のビタミン A と書いてましたけども、いや、私ベジタリアンですね、って人は、野菜で摂れるビタミン A でもね、僕はいいと思います。それからサプリメントとかね、野菜のビタミン A 言うたら、人参ですよ、人参。人参です。人参食べれます？嫌いな人いますよね。食べてください。でも食べてください。でも、無理やり食べさせたらね、虐待とか DV とか言われたら嫌なので、無理にとは言いませんが、他の野菜ならカボチャですね。カボチャ嫌いな人って、あんま聞かないですよね。カボチャ食べてください。人参無理な人ね。カボチャも人参も無理な人は、サプリメントしかなさそうですけどね。他にもね、豚肉にはビタミン E が豊富と書かれてます。ビタミン E はね、抗酸化ビタミンとしてね、知られてますけどもね、体をこう、錆びさせる活性酸素の害からね、細胞をね、守ってくれます。すなわち、この老化を塞いでくれるわけですよ。だから豚肉っていいとこ尽くしなんですよね。ほんで、豚肉のおすすめの食べ方はね、カツ丼らしいです。
や、カツ丼も食べてないな。まあね、この卵で閉じたあの半熟加減なんか最高ですよね。あのこの半熟加減を口の中に含んでこうテルンっていう感じ味わいたいんですけども、半熟卵がねダメなんですわ。食事制限ですよこれ。まあ、半熟はね、火が通ってないし、通ってても中途半端な火加減なので、あの生卵のジャンルなんですよ。まあ、半熟じゃなかって完全な熟卵やったら、熟卵って何やねんね。まあ、火が通っててその黄身もね白身もね固まったらいけます。まあそのカツ丼はね、豚肉と卵でね、タンパク質の豊富に取れる最高のメニューのようですよ。まあでもカツなので油で揚げてるから、その豚の油と揚げてる油でカロリー高いんじゃないのかとかね思いますけども、まあでも食べ過ぎなければいけますので、まあ、たまには食べてみようと思います。皆さんのね、免疫機能を上げてくれる、豚肉、人参、かぼちゃをね使ってみてください。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。